そんなわけで会心の一撃だー。今日は東京ギターショーに我々こんなバンドですが呼んでくれてどうもありがとうございます。見ての通り今日はいろんな素晴らしい楽器を我々も使ってます。俺なんかは本当ね、いつもは使ってないんだけど、見えっかな、こういうねマイクスタンドにつける、まあ画面見ろって話だな、VE5 というねボーカルエフェクターを使ってんの。今日はねラジオボイスとか、エレクトロボイスとか、まあ、ディレイとかね、ちょっと割とそういうあえて王道なところをね使い分けていくんで、ぜひとも俺の歌も聴いてちょうだい。よろしく。30の中で全部レコーディングまでもうできちゃうっていうのがかなりすごいなっていうポイントなんですね。で、実際こんな話されてもレコーディングなんかしねえよって思ってる方、YouTube にですね、この TD30 を使わせていただいて録音した会心の一撃 PV 載ってます。レディーガガのですね、ジューダスという曲をカバーした PV がありますので、そちらぜひ見てください。で、その生ドラムっぽさもですねぜひ聴いてもらえればと思います。で、あとはGR55 といって、いわゆるギターシンセです。で、ベースも使えるんで、今日はベースにつけてさせてもらってるんですけど、このシンセの方のピックアップを使いながら、今全部足元でモデリングした状態で、まあ、見て分かる通りも後ろにアンプがない状態で今演奏してます。で、ドロップ D チューニングといって、レギュラーチューニングでチューニングをしても D をやるだけで、6目が1音ドーンと落ちるっていうドロップするわけだ。あとはね、バリトーンギターっていうね、すっげえ低い音が出るやつとかあるんだ。魔法のギター G5 よろしく。そして早く言いますか、足元 GT100、 これはボスがね製造した最新のマルチエフェクターなんだけど、ボスはねやっぱね昔から使いやすいんだな。あ、もうライブでバンバン暴れても操作がします。